こんにちは。今日はね、地球の歴史の第2弾です。地層と地質図で、この地質図って聞くとね、もう多くの人がね、もう嫌い、苦手、つまらない。でも実はね、まあその通りなんだよね。実際あまり面白くはないんだけども、要はいくら嫌いでもね、まあ好きにはなれないんだから、嫌いでも得点源になればいい、嫌いでも得点が取れればいい。今日はね、地質図、これをねバッチリ得点源にね、するための、授業をやってきます。まずじゃあ、地層だよね。まあこんな派手な地層はないんだけどもね、こういろんな種類のこう地層がこう堆積している。この地層と地層のね、こういった境界面を、層理面といったよね。まあ地層面といったりね、地層と地層の境界面、層理面と言います。で、地層というのは下から徐々にね、下から順々にこう堆積をしていく。で、地層累重の法則なんていうね、下の地層ほど古いよ、まあ極端にこれがね、ひっくり返ってる大規模なこう地殻変動がない限り、つまり地層の逆転がない限り、まあ地層累重の法則が成り立つと。下の地層ほどまあ古い。はい、地層にはね、いろんな堆積構造があります。地層の中にね、含まれているこういった粒子を見ることによって、地層のね、上下関係、どちらが新しくてどちらが古いかっていうね、新旧の判断ができます。まあクロスラミナとかね、球化構造、あるいはソールマーク、リプルマークなんていうね、こんなものが、主なものですが、ちょっとかく、簡単にね、確認しましょう。はい、まずクロスラミナ、斜交葉理と言いますね。水流や風がね、向きや速さをね、変化しながら、そういった環境で堆積した。はい、こちらにね、ちょうどありますね。当時はこういう水流、こういう流れのもと、あるいはここだったらこういう流れのもとっていうね、こういう水流の方向がまあ推定できる。あとこのね、U字にこう曲がっているね、こういう曲がったライン、こちらの方が下っていうね、上下も一応ね、まあ、判断の基準にはなります。はい、球化構造ね、括弧球化層理。はい、混濁流といってね、まあタービダイトなんて言い方もありますね。粗い粒から細かい粒が一緒くたになってね、はい、そういった混濁流によって、堆積するとき、1枚の、こちらですね、1枚の地層、まあ単層って言います。1枚の地層内で、まあ粗い粒子ほど先下へこう堆積していく、小さな粒子ほどゆっくり堆積します。だからちょうどね、下部が素粒、上の方ほど砕粒、こういう構造を、球化構造、まあ礫、砂、泥なんて書いてあるけどね、この粗い粒子がある方が下で、まあ細かい粒子がある方がまあ上っていうね、こんな構造です。はい、続いてね、リプルマーク、レンコンなんて書いてありますね。波がね、ちょうど形成したこう模様です。上の方のね、尖った方が、まあ、上方、上位、上の方向になりますね。尖った方が、上と、上方に尖った。はい、それ以外にもね、ちょっと今ここにね、地質構造をまとめてありますが、先ほど見たクロスラミナ、斜交葉理と、球化層理、球化構造ですね。あとね、こうソールマーク、底根なんていうのもありますね。堆積粒子や水流によってね、堆積物にちょうど表面にね、溝ができる、まあ、そこがこう埋められたりもするんだけどね、そういった溝ができている場合、くぼんだ方がもちろんね、下、こういったのは上下判定ができるわけですね。まあ、あと先ほど見た、リプルマークっていうね、レンコンなんて言いますけどね、こういったものでも、上下の判定ができるわけです。さあ続いてね、地質図に入ります。さあまずね、地質図、まずはこの走行と傾斜、これがもう命、走行ね。実は走行ってのはね、走理面と、はい、走理面と水平面との交線の方向。走理面ってのはね、この今地層がこう傾いてますね、この面を走理面って言います。そこに引いたこの水平面、それとのなしている方向が、走行と言います。ちょっと分かりづらいかな。で、地層が傾いている方向ね、これを傾斜、はい、層理面と水平面とのなしている角をね、傾斜って言いますね。下がっている方向を傾斜方向と言います。どちらに下がっているかっていう。もう少し詳しく見てみよう。
はい、今ここにね、こちらへこう向かって下がったこういう地層があります。この地層にね、後でやりますが、こうクリノメーターを今水平にここに当ててます。水平に当ててます。つまりこれが水平に当てているから、ちょうどこの光線、この長い辺ですね、こちらがちょうど走行になります。地層のこの走理面と走理面と水平面、水平に置いたこのクリノメーターのちょうど光線の方向、この図で言うとこの長い辺ですね、この長い辺が走行になる。走行いいね、走理面と水平面との光線の方向で、今度はそれと垂直にこちら、これが傾斜だよね。ちょっとここにポイントがありますね。はい、走行と傾斜は垂直ですよ。こちらに傾斜してるんだったら、それと垂直が走行です。もし走行がこう、走行があれば、傾斜はそれと垂直です。これしっかり押さえておこうね。あともう一つは、クリノメーターは走行を測るときに、水平に当てるんだよ。走理面、地層の面に水平に当てるよ。その長い辺が、この向いた方向が走行だよ。これまず押さえよう。で、クリノメーターですね。ちょっとこれかなりね、古典的なクリノメーター。今はね、こうデジタル化されていたりね、あるいはかなりこうね、新しいものが出ています。でもまあ、これが一番いい。基本です。学校でも多分ね、これを使うだろうしね。ちょっと見ていきますね。一番外側にね、走行読むメモリがついています。一番外側のメモリですね。そして、中にこう、方位地震のようなね、これが入っています。この方位地震、これが走行を測る地震です。そして、内側にもう一個こういうね、メモリがついています。内側のメモリが、傾斜を読むメモリで、傾斜を測る、針というかね、重りというか、ここにこうハート型の指針がありますね。ハート型、これが傾斜を測る指針。あと、まあ、先ほど水平に置くなんて言ったな、水準器、水準器なんていうのがあるわけです。これがクリノメーターですね。まあみんなもね、一つ、買ってみてね、まあ買わないよね。はい、ちょっとじゃあね、次に傾斜の測り方、今度はこの地層面ですね、層理面に今度立てておいておきます。そうするとね、ちょっと覚えなくていいんだけど、単純にここにこういう直角三角形があります。直角三角形で、ここにも実はね、今直角三角形がこうできてますね。この角と、この大きなこの直角三角形の、いいですか、ここ90度、この角と、いいですか、ここは同位角で等しい。で、この角と、ここですね、ここ。これ、錯角で等しい。すなわち、ここにできた、この小さなこの直角三角形ですね。小さな直角三角形と全体の大きな直角三角形が相似なんだよね。つまり、ここの角と、ここの角が等しい。ここが0度として、こちらが90度っていうね、こういうメモリが振ってあるわけです。つまり、この角度を測ったら、まあ20度。言い換えれば、傾斜、水平面と、この地層面の成している角が20度、傾斜は20度なんだっていうね、この内側のメモリで、まあ、読んであげれば傾斜は求まりますよ。さあ、走行ですね。さっきの図をもう一度思い出してください。はい、まずは、はい、今真上から見た図ですよ。走行を測っている最中です。このクリノメーターの長い辺、これがもう走行を表していたんだよね。クリノメーターの長い辺、これが走行の方向です。この青い矢印、一方中についている方位地震、これは北を指すんだよね。あ、走行というのは北から、この角度をじゃあ θ としましょう。真北から、北から、北からね、北から θ だけ、実際はこちらが東ですから、あ、θ だけ東向きなんだね。はい、走行というのは nθ°e 東、N から θ 度だけ東にずれた方向だよね。で、実はクリノメーターのね、まあ、野外でこう測るんで、さっと見たとき、はい、クリノメーターではね、E と W、東西がね、逆にここに書いてあります。で、この地震を読むと、ここが N、N から θ 度だけ、針が東、E 方向を指しているっていうね、パッと野外で読みやすいように逆に書いてあって、この針の通り読めばいい。N から θ、E、N から θ と E、 実際は N、 北から θ だけ東向きが走行ですよかな。クリノメーターをそのまま読む。もう一個ね、ちょっと練習してみよう。はい、じゃあこんな感じですね。はい、今クリノメーターで走行を測ってます。この青矢印が走行です。
はい、ここで見るとこの線、青い線が走行を表しています。実際の方位地震が今こちらを指しています。赤い方矢印、これが北ですね。あ、北の方向よりも、まあ、これ30度くらい、実際で言うとこちらが西だから、あ、30度くらい西を指しているわけだ。走行が真北、真北というかね、方位地震が指している北よりも30度くらい西側が走行かなですね。方位地震が指している北よりも走行は30度、まあ、西の方向、これが走行です。これが走行です。でも針で読むときは、はい、東西逆に書いてあったから、この針が指しているところ N から30度分 W 方向っていうね、そんな読み方をする。ちょっとややこしいけどね、ややこしいけどね、はい、これが走行です。さあもう一度、じゃあこの図でね、こちらが走行と分かりました。こちらが傾斜の方向です。今ねこの地層をちょうどね、こちらの面から見ると、あ、傾斜してるのがね、真のこの傾斜が分かるわけだよね。走行と垂直な面で見ると傾斜が見られる。でも同じ地層でもね、走行と平行のこっちの、じゃあ南側からこの地層を見ると、このこちらの面が見えるわけです。あれ、この地層は水平に見えてるな。走行と平行な方向から見てしまうと、こう水平に見えてしまう。で、走行と垂直な方向で断面で見ると、あ、傾斜が見えるわけですね。こんなのもね、参考にしてください。さあいよいよね、地質境界線についてね、見ていきましょう。まあ、これもね、まあ、慣れですね。たまにこう紙を折ったりね、する人もいますが、慣れです。いいですか。まずこの青い線がね、等高線です。横から見た断面と上から見た等高線ですね。だん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 山がこう高くなっていく。等高線っていうのはね、高度が等しい、こういう、ね、地点を結んでありますから、高度が等しいから、これはもちろん同じ高度、水平です。同じ高度、水平です。で、はい、そこにこの赤いこういう地層の境界面が入ってました。赤い地層でもいいしね、これを一つの境界とするような地層が入っていました。あ、等高線と平行ということは、断面で見ると等高線と平行ですから、あ、これは水平な地層、これは大事だよ。等高線と平行ということは水平な地層なんだよ。それに対して次こちら、はい、今度はね、こういう湾曲した、はい、地層があった。はい、この地点、あ、等高線では一番高い地点だよね、高い地点。次もう少しこっちへ寄ってくると、若干低い地点にこう下がってくる。さらにこの地点だとさらに低い地点というふうに考えてあげれば、あ、こうやって丸く見えてるんだけども、湾曲してるけども、断面で見るとこちらにこう下がってる、こんな地層だよね、こんな傾斜をした地層だよね。じゃあ最後ね、はい、垂直な地層、真上から見たら直線に見えてる。いい、はい、この地点、高度がどん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 こう下がるだけ、同じ地点ですね。横から見た場合垂直なんですね。はい、直線で現れる境界線、これも大事だよ。直線で現れるこういった地層、これは垂直な境界を持つ地層、垂直な地層と考える。で、最後、断層もね、こう今やった地質境界線とね、同じように現れるから、もし、はい、こういう断層もしあればね、これ水平な断層、はい、こういう断層、これ断層としようね、こういう断層があれば実際はこう入っている断層です。どちらが上がった下がったかはわからないけども、こちらに傾斜した断層です。で、まあこういった垂直な断層、あ、こう直線で断層が現れた場合、これは垂直な断層っていうね、これもしっかりね覚えておいてください。さあ、走行の求め方と、じゃあね、傾斜の求め方、いいね、いよいよ地質境、地質図を使ってね、まずここにポイントが書いてありますが、走行は1本の地質境界線とある高度の等高線との交点2箇所を結ぶ。傾斜は1本の地質境界線と別の高度の走行線をもう1本引く、低い方に傾斜って言われても、まあわけわかんないね。はい、実際にじゃあね、地質図、ちょっと見ていきますね。センターの過去問でね、ちょっと見ていきましょう。先ほど言ったようにね、まず走行を求めてみるよ。一本の地質境界線と、まあ自分が好きなある高度の、
ある高度の等高線とのね、交点2箇所、例えばね、じゃあここにこう入ってるこの地層、ここにあるこういう地層の、はい、こっち側の外側というかね、こっち下側、南側かな、南側、この境界線をじゃあ利用しましょう。好きな高度でいいよ。じゃあちなみに、はい、この一本のこの境界線と、はい、110メートルというこの等高線ね、ここに入ってますね、110メートルとの等高線との交点、ここに1箇所ありますね。はい、そして同じこの外側のこの境界線と同じく110メートルとの等高線、いいね、一本のこういう境界線、一本の境界線と、まあ110メートルなら110メートルとのその交点、1箇所2箇所あるよね。実はもうこれだけ、これで実は走行が分かるわけです。これで走行分かる、つまりこの方向が走行なんだよね。こちらが西ですから、はい、走行は EW、 東西方向の走行、これでいいわけです。もしね、自分は 100m が好きだったら 100m、はい、ここに1個この境界線と 100m の等高線、はい、こっちにもね、同じ 100m と同じ境界線との交点、ここにもあったね、はい、こいつを結んであげれば、これでも同じですね、もちろん。こんな風にして、走行を求めてあげる。さあ続いて傾斜方向の求め方、傾斜、実は一本の地質境界線と別の高度の走行線をもう一本引く、実はもうさっき引いちゃったんだよね、はい、最初に一本の走行線引きました、 110m の走行線です。もう一本今度 100m の走行線を引きました、もうこれでおしまい、低い方に実は傾斜をしている、はい、もう一度いいですか、ここに 110m の走行線が引きました、これはいい、地下 110m 地点にはこの地層のこの地層のこの南側の境界線が、南側のこのこちらですね、この南側のこの境界線が地下 110m にはずっとこう伸びてますよ、水平に伸びてますよってことです。水平に走行ですから、これ水平線で、もうちょっとこちら北側に上がってくると、今度はね、はい、同じこの境界線だけども高度が 100m の地点に現れてますよ、 100m の地点に伸びてますよ、同じ境界線なのに、ことは 110m、 ことは 100m、 あ、確かに 10m 下がってるよね、この境界線が北に行くほど 10m 下がってるわけです。あ、北に傾斜してるんだっていう、これだけで傾斜が求まります。まあ走行と垂直傾斜はね。さあ続いてね、今度じゃあ傾斜の角度をね求めてみよう、何度くらいずれてるだろうかっていうね、はい、傾斜の角度の求め方は、はい、走行と垂直な方向の断面図で考える、つまりさっき言ったよね、この南からね、これをこう下の方というか南方向からこれを見ても水平なね、境界、水平にしか見えない。で、こちらの方向、こちらから見た断面を考えます。いいですか？今この A 地点、あ、ちょっと見てみようかな。はい、各走行線ね、A を通ってるこの青い走行線と B を通る赤い走行線、各走行線の水平距離、真上から見たこの水平距離と、2本の線のね、高度差を図に表そう。いいですか？これあのセンターの過去問ですがね、ちょっと今回分かりやすくね、この長さを20メートルとして計算します。20メートル。そうすると、はい、この走行線、青と赤の走行線、ちょうど20メートルの半分ぐらいですね、はい、2点の水平距離、10メートル。10メートル。はい。横へ、北へ10メートル移動すると、はい、今度は高度差は、ここは 110m でこちらが 100m、 あ、 10m 下がってるよね、はい、イメージしようね、北へ 10m 行くと下へ 10m 下がってる、北へ 10m 行くと下へ 10m 下がる、 10m で 10m、 つまりこんな断面が描けるわけです。先ほどのね、青い走行線 A 地点を通ってましたね、110メートルにこの境界線があったわけです。そこから北方向へ水平距離10メートル進むと、同じ境界線が10メートル下がってあったわけです。こんな図になるわけですね。はい、ここでは、あ、10メートル10メートル、ここに直角二等辺三角形ですね、三角比を使えば
ちょうど、あ、これ、あ、三角比じゃなくてね、これは直角二等辺三角形だから、あ、この角は45度になるんだっていうね。こんな風にして傾斜の角度を求めてあげる。まあ三角比を利用するようなね、こういう30度、60度、40度、まあ特にね、まあセンターでも割と出やすい角度だよね。あんまり複雑なね、角度はもちろん出ません。はい、今度はね、走行、地層の厚さをじゃあ求めてみよう。同じ高度の等高線と交わる2本の地質境界線を利用。ここ注意ね。さっきはね、実はこちらの地質境界線1本だけを利用して、例えば110メートルと交わってる110メートルの走行線、次はこの100メートルと交わってるね、ここにもう1本こう走行線を引いたわけです。今度はこちらの地質境界線と、あと内側にあるもう1本の方の地質境界線、この2本を利用します。まず A というのは標高110メートルあたりの走行線ですね。これが A の走行線です。こちらの南側の地質境界線、今度は同じ高度、同じ110メートルにある、今度はこの北側の地質境界線、そこを通る走行線をもう一本引くわけです。さあ今度ね、また問題が少しね解きやすくするために、この距離をじゃあ10メートル、ここをじゃあ10メートルとすると、ちょうどこの A と B の水平距離、これが10メートルになることがわかります。いい？南側とあと北側の B、 水平距離が10メートルで、どちらも、同じ高度110メートルを通る、走行線です。これを断面図にしてみるとこんなふうになるわけですね。今、110メートルの走行線 A を、 A を通っている走行線です、はい、ちょうどもう10メートル北側に2本目の走行線、地質境界線があったわけですね。北側の地質境界線、あ、先ほどね傾斜の角度が45度が分かってました。さあ走行というのはね、この地層の厚さになります。地層の厚さ、ちょうどこの部分ですね、地層の面に対して垂直な方向で測ります。ということは、はい、ここに1本こういう補助線を入れると、ここに直角三角形ができるわけ、はい、この緑色の辺、これが地層の厚さになるよね。とすればこの直角三角形、あ、45度の90度、残りも45度、直角二等辺三角形ですね。そしてここでじゃあ三角比を利用しよう。直角二等辺三角形だから、この辺が1に対してルート2、1対ルート2が使える。今地層のこの厚さを、X メートルとすると、 X メートル対10メートルは1対ルート2、まあこれを解いてあげれば、X 地層の厚さが求まるわけです、地層の厚さもね、こんな風にすればね、簡単にできますんでね、ぜひとも、マスターをしてください。はい、じゃあね、もう一頑張りですね。この断層の種類、せっかくですからね、ここに1本直線、断層があります。断層の種類と、じゃあ動きをちょっと見てみよう。はい、今ね、断層がこれ直線になってますから、これはね、垂直の断層だ。まあ、横ずれの場合もありますがね、ここ、両方こう水平方向に動いてるわけじゃないんで、はい、垂直の断層だ。いいですか？直線で表された断層は垂直です。じゃあ、どんな風に見ればいいか。ここなんですね、はい、今度このね、内側のこの北にあるこの境界線、これが本来つながっているのはここですね。ここ、さあ断層面の北側では、この境界線は110メートルのこう等高線と一致している。110メートルに現れている、はい、本来つながっていたこの境界線、断層のこの南側では、あ、80メートルの等高線と交わっているぞ。ですか？断層の北側では110メートル地点、断層の南側では80メートル地点。つまり断層の北側がちょうど30メートル、ね、断層の北側が相対的に30メートルこちらが上がってるよ。もしかすると手前ではね、南側がね30メートル下がってるかもしれない。まあ北側があり南が下がって、その差が30メートルってね、そんな風に読み取る、まあ、簡単に読み取れるよね。さあそしてね、最後です。これでは本当に最後だから、
今ね、このセンターの過去問でよく聞かれるトンネルの問題、ちょっと読んでみよう。9点から、真東にね、水平にトンネルを掘る。この9点から真東に水平にトンネルを掘る。何メートルで A 層、B 層の境界に達するかっていうね。ここが B 層、こちらが A 層。ここに9点があります。ここにこの A 層、B 層のこういう点々点のこういう境界がありますね。はい。9から真東に向かってトンネルを掘る。何メートルで境界に達するか。さあ、まずは、はい、9点の標高を見てみようね。あ、9点ってのはね、ちょうどここにね、拡大しましたが、ちょうど350メートルの等高線。つまり、9点の標高は350メートルなんだよね。とすれば今度は、はい、A 層と B 層のこの境界線が、ちょうどこの350メートルの等高線と交わってる、ここです。はい、ここチェック。同じくこちらにもね、同じくこの350メートルの等高線と交わっている、ここをチェック。さあ、さっきの走行と同じだね。これで走行線が引けた。つまりいいですか、走行線というのは 水平な線だったね。ここの地下、地表はね、だんだんほら等高線がこれ山になってまただんだん下がったりしてます。でも地下、この350メートルの地点にはここで A 層と B 層の境界がこうずっとこう水平にこう伸びていってるわけです。だからここ地下350メートルに境界があるよ。はい、9点ってのはちょうど350メートルのね、ここから水平にずっと掘っていけばここまで掘ったところでぶち当たる、ぶつかるね。つまり水平方向に掘るのは下で目盛りを見てみようね。一目盛りがちょうどこれ50メートルになってます。ちょっと細かいね。1、2、3、150メートル掘ったところでこの走行線にぶち当たります。さあ、最後にね、もう一度今の図をじゃあね、今こちらにみんなの手前からね、手前からずっと向こうへこうトンネル掘るイメージ、これが今の境界線です。地表面ってのはね、こう谷あり山ありどんどん削ったりね、削られたり変化します。でもさっき言った走行線、ある地層がここで現れていた、走行線上ではね、ここでもまたその地層が見られるよ、でここでもまた同じ、ずっとこう水平に伸びてるっていうのがこれが走行ですね。走行線上では同じ高度に同じ地層が現れる、これはね、非常に大事なことです。走行線上では同じ高度に同じ地層が現れる。ですか。ですから、トンネルの問題でもね、同じように、この走行線上では350メートルに A と B の境界がある。だから350メートルから真東に、ただここまで掘ればね、地下で出会うことができる。さあ、以上ですね。地質図についてね、やってきましたけども、まあ、やっぱりね、難しい。そうは言っても難しい。ただしね、得点源にはね、できますのでね、ちょっと諦めずに、頑張ってほしいと思いますね。はい、じゃあ今日はね、ここで終わりにします。